アミンチュ劇場。7月1日琵琶湖の日30周年。そこで安野さん琵琶湖一周歩きます。43日かけて湖岸沿いを歩くで。もし見かけたら声かけてね。7月1日琵琶湖の日30周年を PR しようと琵琶湖一周行脚に挑戦している安野おっさん。5月20日に県庁を出発して毎日テクテク頑張っています。1977年琵琶湖に初めて赤潮が発生しました。衝撃を受けた住民たちは石鹸運動を起こし県を動かします。1980年7月1日リンを含む合成洗剤の使用や販売を禁止する琵琶湖不栄養化防止条例が施行され、7月1日を琵琶湖の日とすることになりました。琵琶湖の日は滋賀県にとってとっても大切な歴史なんです。今回は5月24日火曜日から6月1日水曜日までの行脚の様子をお伝えします。琵琶湖博物館から安川まで歩きました。近江八幡市に入りました。道路工事の方が手を止めて写真撮影してくれたり、ゴール地点でもたくさんの方が温かく出迎えてくれました。この日はちょっと寄り道して近江八幡市の島小学校に行きました。安野おっさん子供たちに大人気。皆さんもぜひリクエストしてみてください。寄り道してくれるかもしれませんよ。さらに安野おっさんしばらく行脚をお休みして埼玉県で開催した知ったかぶりかいつぶりショーに出演。ここでもしっかり PR してきてくれました。滋賀に帰ってきた安野おっさんの応援に駆けつけてくれたのは滋賀県警のマスコットケイタくん。仲良く一緒に歩きました。この日ついに彦根市に突入。あいにくの雨だったんですが、ゴールに一歩にも近づきたいという思いで安野おっさんカッパを着て歩きました。皆様の応援をパワーに今日も一歩一歩歩いています。みんな応援してあげてね。それではまた来週。